はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの宮城大学の問題を使います。概要欄に問題と解答の PDF を貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回は二次方程式が与えられていて、2つの解を αβ としたときに、はい、これらの条件を満たすような方程式を1つ作れというような問題で、条件は何個かあるんですが、最も強い条件として α-iβ-i を解とする方程式ということで解の情報が与えられていますので、ここから攻めてみたいと思います。 はいえー、とまず α と β の正体ですけれども2、はい、次方程式解の公式使って解いてあげると1プラマイ i ということで α をプラス β をマイナスの方という形で設定すると α-i、β-i それぞれ1と 1-2i という形となってきますはい、えー、解が2つあるので、えー、最低でも2次式2次式以上の方程式を作っていかないといけないんですけれども、はい、とりあえず今回1と 1-2i を解に持つような2次方程式考えてみると はい、このような形となってきます。はい、解が分かっているので、x- 解、x- 解イコール0のような形で二次方程式を作れて、特に今回は最高時の係数が1であるものを考えたいので、はいえー、先頭1として挙げて、こちらの式が1つ浮かぶんですが、はい、これらを展開するとこちらの式となり、はい、条件として、係数がすべて実数の方程式を考えないといけないんですが、はい、今回、虚数 i が混ざっていて、はいえー、係数がすべて実数であるということの条件に不適。 はいということで2、えー、次方程式だと条件を満たすものが作れないので、はい、続いて3次方程式考えていくと3、はいえー、次方程式なので、えー、解が3つ存在するわけですけれども、えー、と2つが1と 1-i 2で今回実、えー、数の係数の方程式を考えたいので実数係数の方程式において 1-i 2が解であれば強約な複素数 1+2i も解ということでもう1つの解を 1+2i で設定してあげれば3、はい、次方程式はこの形となります はい、先ほどと同様に x x x 引 x x というような形となり、はい、こちら後ろの部分が、はい、展開すると、はい、i が消えてこちらの式となり、はい、全体を展開するとこちらという形となります、はい、この方程式はすべ、えー、ての条件を満たすという形となりますので次、はいえー、数が一番低いものは3次ということでこちらが答えはいという形となってきます、はい、ということで今回次、えー、数が与えられてないので えー、一番低い二次式から考えていって、二次式だと条件を満たさないので三次式というところで答えが見えてきます。はい、えっ、ー、と、二次式作るところで、えっ、ー、と、解と係数の関係を使ってももちろんできたりするんですが、今回、えっ、ー、と、X 求めて α、β 明確にした方が分かりやすかったので、今回の解とはそのように作ってみました。はい、解と係数の関係を使いながら、履歴する方法もぜひ自分で確認してみてください。はい、それでは本日は以上です。次回の問題ですけれども、こちら。 福島県立医科大学の問題を使います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて、次の動画待つようにしてください。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございます。